俺が以前ラーメン屋でバイトしてた時の話。その店はある地方都市の風俗街の中にあって、お客さんのほとんどは出勤前の風俗嬢だったり、風俗店の従業員。そんなに大きな店じゃないけどかなり繁盛してて、俺を含めてバイトが4人いた。人気の理由は出前。場所柄そのあたりには風俗店の寮、店側が女の子たちのために借りているアパートがいくつもあって、そこに住む女の子たちからの出前注文が毎日何十件もあった。そのほとんどがラーメンだけとか餃子だけとかの単品注文。普通の店なら断るんだろうけど、うちの店は喜んで出前するんで、そういうお客さんからすごく人気があった。俺たちバイト4人はペアに分かれて、日替わりで店内接客と出前を分担してたんだけど、いつも俺とペアを組んでいた A が変なことを言い出すようになった。出前を届けるエリアはもちろん決まってて、俺はエリアの北側を、 A は南側を担当してたんだけど、その南側に変な客がいるって言い出したんだ。その客はいつも同じ品、チャーハンだけを頼んでくる客らしいんだけど、いつも届けているのに声も聞いたことないし、顔も見たことないらしい。その客が住んでるアパートは風俗街の中でもちょっと異質なタイプのアパートで、住んでる奴らはやっぱり風俗嬢らしいんだけど、アジア系とか南米系の女たち、果ては精神的にちょっとやばい女、や、中、なんかが住んでる寮だった。なんでも、A はいつも午後5時きっかりにそのアパートの2号室のドアの前にチャーハンを置いて帰ってくるんだとか。その2週間ぐらい前に、うちの店にそのあたり一帯を取り仕切っている風俗業者、いわゆるや、酒の人が来て、マスターにそうするように頼んだらしい。長年風俗街の中で営業しているだけあって、そういう特殊な客や注文にも慣れっこだったマスターは、特に深く詮索もせずにその頼みを聞くことにしたらしい。実際は暗黙の了解みたいになってて、下手に詮索したりするとやばいことになると思ったからだろう。その事情を聞いて、俺たちバイト連中の間ではいろいろな憶測が飛び交った。借金で売られてきた女が住んでるとか、組関係の指名手配犯が潜伏してるとか。 A は住人の顔も声も知らなかったんだけど、下げてきた食器にはたまに口紅らしきものが付着していたことがあったらしく、住人は女に間違いないと信じているようだった。まあ俺や他のバイト連中は実際にそのアパートに行ったこともないし、どうせ自分たちとは関係ない世界の話だと考えてたから、ちょっと気味が悪いって思ってただけなんだけど、 A はかなり興味を持ってたようだった。 A は顔なじみの出前客なんかにもそれとなくあのアパートの客について聞いてみたりしてたらしいんだけど、みんな一様に口をつぐんで話してくれなかったとか。マスターもあんまり A が興味を持ちすぎるもんだからあんまり関わるんじゃないって釘を刺すぐらいだった。ある日バイトが終わって一緒に帰ってる時に A がボソッとつぶやいたことがある。俺明日あたりあの部屋のドアをノックしてみようかな。何か適当な理由をつけてドアをノックして、住人が出てくるのかどうか、どんな人物なのか確認するつもりらしかった。俺はちょっと面白くなって、いいじゃん、チャレンジしてみれば、とか言っちゃったんだけど。その翌日と翌々日は、俺はバイトが休みだったんだけど、
休みが明けてバイトに顔を出すと、いきなりマスターに呼びつけられた。お前、A と一番仲が良かったよな、と聞いてくる。A がどうかしたんですか？と俺が思わず聞き返すと、信じられない答えが返ってきた。あいつ、一昨日から行方不明になってんだよ。と。A はその日、いつもと同じようにバイトに来て、いつも通り仕事をこなしていたらしい。そしていつもの通り、あの客の出前も届けたそうだ。その出前から戻ってきて、しばらくは店内の接客や食器洗いをしてたんだけど、気がついたらいつの間にかいなくなっていたらしい。マスターはトイレだろうと気にも留めなかったんだけど、結局それっきり A は店に戻ってこなかったんだそうだ。店の更衣室のロッカーに私服も財布も置きっぱなしで。何か悩み事とか相談されなかったかって聞かれたけど、俺には A が失踪するほど深刻な悩みを抱えていたようには見えなかったし、思い当たることが何一つなかった。結局 A は自宅、一人暮らしにも戻った形跡がなく、マスターが A の実家の方に連絡を入れ、家族が捜索願いを出したらしい。A はふらりといなくなるようなやつじゃなかったし、服や財布を置いて制服のまま仕事中にいなくなるなんて絶対におかしいから、何か事件に巻き込まれたんじゃないかなんてバイト仲間同士で話してた。俺は内心、あいつ、あの寮のドアを本当にノックして、それで見ちゃいけないものを見ちゃったんじゃないか、それでなんて変な妄想をしてたけど、 A がそんなことを企んでたなんてことは誰にも言わなかった。ただ A が失踪したせいで俺があの寮の担当になったんだけど、それまでチャーハン一皿しか注文しなかった2号室の住人がチャーハンを二皿注文するようになったのが、俺にはほんのり怖かった。例の風俗業者、寮の管理人が A の失踪後すぐ店に来てそう頼んできたらしい。なぜか、片方のチャーハンはグリーンピースを入れないでくれとも。あの寮の二号室に食器を下げに行って、ドアの前に2枚重ねて置かれている食器を見るたびに、グリーンピースが大嫌いで食べられなかった A のことを思い出して、またほんのりと怖くなった。もちろん、本当にただの偶然で、全部俺の想像に過ぎないのかもしれないけれど、A は、今も発見されていないらしい。